皆さんこんにちは。今回は2024年1月12日に公開された映画アルと出された雪の山荘でです。このチャンネルでは皆さんが映画を見るかどうか判断材料になるようなレビューをご紹介しています。新しい情報を発信していきますので、チャンネル登録をお願いします。現代への置き換えもスムーズで、映画ならではのところもとても楽しめた。映画を見に行ったはずが舞台を見せられてたようだ。ギミックを利用したミステリーかと見に行ったら、がっつりとアイドル映画だったでござる。前半までは確実に良かった。オタが頑張るからスタートは良いだろうな。主要人物が7人いるから少し見て疲れる。オーディションという割に、ただの共同生活。架空のシチュエーションで起こる連続殺人事件。周到なように見えて、実は穴だらけの犯人の計画。謎を解いた人が主役の座を得るという流れ。それって演技関係なくないか。ある意味意外な結末ではあった。ラストに無理があるから、そりゃ意外だわという感じ。犯行の動機がほぼ逆恨みになってるよな。そもそも殺意が足りなすぎる。原作では動機がもっとひどかった気がする。女性陣でもっと強い人がいてもよかったかな。設定に無理がありすぎて入り込めなかった。ミステリーとしては全く盛り上がらない。キャラ設定が薄味すぎてつまらない。掘り下げもないし、感情移入はできないね。いろんなところはしょりすぎて、登場人物の関係性がよくわからなくなってる。後半すごく雑になっていってびっくり。ラストの回答部分さえなければ、そこそこ面白い映画で終われたのに残念。物語の落としどころも、全員がそうをしない人情エンド。何度も中心人物を変えてみたくなる。何度か見れば楽しめるんだろうけど、何度も見に行く気にならない。作家が見せたいのは人気俳優らしい。演者さんは良いんだよ。演者さんだけは良い。原作にあった伏線、どこ行った。原作者の東野圭吾さんは、当たり外れが大きいんだよな。東野圭吾を何作も読んでいるファンだと、こういうのもありかなと許せるレベル。いかがでしたか？原作は1992年に発表された小説のようです。現代風に少し手を加えているようですね。ただレビュー内容を見る限り、評価は高くなさそうです。演者さんに対しての評価は高いのですが、脚本に何ありという感じです。映画の尺が109分なので、情報量が少ないのは残念な部分ですね。あと30分あれば人物背景の深掘りや伏線に時間を使えるので、もっと評価は変わってきたのかな、と思います。概要欄に U-NEXT のリンクを貼っておきますので、同じ作者のマスカレードホテル、沈黙のパレードなど、いい作品も揃っているので、ぜひ見てくださいね。映画こそこそ噂話のコーナー。この映画ではクローズドサークルがうまく使われていますね。これは外界から隔離された現場というミステリー用語なのですが、よく浮かぶのは橋落とされた山奥のペンションや孤島に建設されたリゾートホテルがありますね。デビューには隔離されてないじゃんというのがありました。しかし今作は立派な隔離状態だったと思います。その理由とはオーディションというキーワードです。出演枠を勝ち取りたい演者は、すぐに通報することもできません。事件が芝居だった場合、出演枠を取り逃がすからですね。他の俳優は気づいているのかもしれない。疑心暗鬼から、本音で話すこともできずに自分もまた演じ続ける。そんな心理状態を、うまく利用した構成だったと思います。皆さんは心に残っている映画はありますか？良ければコメントで教えてください。最後に、映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。